からです。すいません、お願いします。お願いいたします。はい、ありがとうございます。ご覧の中から目線の指示をお願いいたします。です。お隣のカメラです。ありがとうございます。私、ヒットボンはずっと前から出したくて、毎日毎日2年間ぐらいずっと撮ってたんですよ。で、やった本になったので、私もすごく嬉しい。本当に私服ですか？本当に私服です。毎日コーディネートしてましたからね。だからかっこよすぎますよ、これ。いや、これどういう風に誰が撮ったの？マネージャーが、いつも仕事の終わりに仕事を今も撮ってます。あ、今も撮ってます。はい、もしかしていつ出すかもしれないと思うなんか本にしたくて、なのでブログとかに上げる方もいるじゃないですか、でもブログには絶対上げないと思って、絶対その形に残したかったので、だからブログとかでも今まで楽しみにしてたんです。私服でも、その格好で外歩いたら相当目立つでしょって。そうですか、でも今の子目におしゃれですよ。いやいや、オーラが違いますよ。いや本当に本当に私服です。ちなみに今日の衣装のポイントとかは今日の衣装ですか？でも最近このペンシルスカートっていう、この丈のスカートが流行ってるんですけど、私結構前から好きで、この本にもたくさん載ってるんで、最近はこの丈の長さのちょっと長めのスカートばっかり入ってます。ちょっと手もすごく綺麗なんですけれども、結構これはこだわってるんですか、今日のため。いや、これは1ヶ月ぐらい撮れないんですよ。だから毎日この派手なんですよ。あ、うん、このリングは、このリングはずっと昔からしてます。あ、知ってました。AKB に入れてました。あ、入れたから。なんでこうやってやばい。ありがとうございます。じゃあ